5番でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。今度の日曜日11月の19日あのカシオペアの元ベースの人つんだろうか桜井哲夫さんがホテルアズマで、なんとかライブっちゅうのをやるっちゅうことで、昔を懐かしんで剣を凍ってしまいました。行ってこようと思っております。いや行きますぞ。まあカシオペアつと今ね80年代に爆発的に、人気があったそのうまいというバンドだったわけです。うまいというバンド、こんなこれが81年だったり、こんなこれが だったりするわけですわ。で、まあこんなのもあって、まあカシオペアと何と言うてもやっぱりそのギターとキーボードの掛け合いっていうんだろうか、そんな感じが見事だったんですが、初めて、1回だけ、なんだ国技館で、やったコンサートを見に行った時にそのソロベースのソロを聞いた時に、いやなこれはまあベースってかっこいいもんだなと思って、あの時5弦ベースを使っとったわけですよね。あのベースがかっこいいなと思って、その本人が今度は19日にやってきます。楽しみにしております。昔30年前を懐かしんで、こんな曲の何かどれかを聴かせてくれるのかなと思いながらも、若い頃に戻れたらいいなと思っております。11月19日4時半会場で、開演が6時からということです。まだ席はあるそうですんで、どうぞ皆さん行ってください。喋りがうまいかどうかちょっと分かりませんが、楽しみにしております。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へ、はい、元カシオペアのベース桜井哲夫さんの話でした。終わり。